市町村ルーレットの時間がやってまいりました。始まったぞー。見てください、この千人の虎ノという場所なんですけども、めちゃくちゃ綺麗ですね、ここも。ということで、本日はシーバソンからのスタートということになっております。いや、秘境オブ秘境だね。本当に来る道がやばかった。どこに行けるかわからない隣接市町村ルーレットの旅。ルール説明。隣接した市町村のルーレットを回す。矢印が止まった市町村へ行く。これをどんどん繰り返して最終的にスタート地点である宮崎市に着くことができれば企画達成。宮崎県宮崎市をスタートした第1回では、宮崎県内を駆け巡り、最終的には熊本県の八代市へ。その後第2回では、熊本県内を徐々に北上し、阿蘇の絶景を楽しんだ後、高森と高千穂間の地獄のループに陥ります。挽回を図りたい第3回では、この度初のゲストを招いたものの、熊本県の山間部を行ったり来たり、最終的にはなんとこの度3軒目の大分県に突入してしまいます。宮崎市から200キロ離れた九重町をスタートした第4回は、奇跡の南下を見せ、一時は宮崎県の西米良村に到達したものの、このチャンスを生かすことができず、最終的には九州山地のど真ん中椎葉村へ。ここまで訪れたのは3県と23市町村。今回こそは椎葉村をスタートし、宮崎市にゴールすることはできるのか。隣接市町村ルーレットの旅第5回目になったわけなんですけど、5回目、今回なんとスペシャルなゲストに来ていただいております。いや、ほんとスペシャルですよ。お願いします。しいたけ食べようです。しいたけ食べようさんとゆうさくくんと僕とで3人で今回はやっていきたいと思います。何か意気込みはありますか？ですね、まあはい、ということでシーバソンで回していきたいと思います。誰から回すとかあれどうする？まずはゆずるじゃない？あ、ね、じゃあ俺は始めていいですか？うん、割と大事だね。本当だよね。今日の一発目、宮崎に行くか熊本の方に行くかっていうのが最初に決まるから、行きます。ルーレットスタート。お願いします。熊本に行きたくない、もう水上村だ。またかよ、もう。そうか、前回行ったね、夜水上村から来たんだよね。本当だよね、水上村から今シーバソン来て、またシーバソンから水上村か。そうなんだ、そうなんだ、マジ。ということで熊本県水上村行くぞー。半端じゃないでしょこれ。現在国道265号を、走行中です。はい、これが国道とは思えないな、本当に。いや、高っ。でも多分だけどね、まだまだね、登るし。てか、なんならあれ国道265号じゃない？あれ違うかな？そうやね、多分そうだ。さあ入りました、ようこそ桜の里水上へ、ということで水上村にやってきました。いやだー、長かったね、シーバから。あんな山の裏側から来たんだよ俺ら。あの裏か。そうね、すごすぎる。ということで水上村でルーレットを回していきたいと思います。はい、きます。じゃあシーバじゃなければマジどこでもいいんだよな、もう。まあ、うん、そうだね、とりあえずシーバは避けたい。じゃあ行きます。はい、ルーレットスタート。いやー、そこだ。シーバ色がやばいな。うわー、やっ、なるよー、マジかー。白だ。
またあやつ城戻ってきたね。なんか一周したくない？一周した。一周したなんて。じゃあ熊本の旅になっちゃう今回も。しかもお腹減ってきたよもう。なんか食いたいやつ城とかね。八代だったらまあでもなんかあるか。とりあえず八代市行きますか。うわー、マジか。これが水上村か。綺麗。すごいのどか。めちゃくちゃいいな。はい。噴水？え、噴水なんてあんの？めちゃくちゃうまそう。そこでもいいな。そこでもよかった。まあということで、道の駅錦にやってきた一行ですけども、ズボン定食っていうのが有名らしいので、めちゃくちゃ楽しみ。これはツボ、何だっけ？ツボ汁って。ツボン汁定食。ツボン汁定食。750円のボリュームじゃないんだよ。いやすごいね。天ぷらがマジで揚げたてだったさっき。ああ、うまいよ。おいしい。これがツボン汁。うん。ツボン汁って何なんだろう。鶏とかが。鶏、大根か。あ、野菜と鶏の。そうそう。醤油のベースのスープです。難しいな。全然怖いな。いただきます。熱いぞ、お前。それそうなんだよね。あ、うん、美味しい。どう美味しいんですか。どう美味しい。ん、醤油。ということで道の駅錦を出て、はい、でね、なんと八代に到着します。運転お疲れ様です。八代市に来ました。もういいですか。回しますよ。シーバだけはやめて。10分の1のシーバなんだよ、ね、それは分かんない。俺なのこれ。お前だよ。俺なこれ。お前の実力だよこれ。行くよ。うん、お願いします。なんでなんでなんで流すの。いや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 、俺はすぐシーバがどうか。あっ、おお、行ったことない。行ったことない。初めての方向。行ったことがない。まあ、シーバーさん。よかったー。でも、鹿児島の北の方ってことでしょ。九州になって反対側でしょ、本当にちょうど。そっか。そう。嫌な、嫌な場所いるなぁ。高速でね、繋がってるわけでもないし。まあ、確かにな。じゃあ、芦北町行きますか。はい、行きましょう。あー、海だー。九州の反対側に来てしまった。終わった。ああ、おお、すごいすごい。すげえ。え、何これ。めちゃくちゃ綺麗じゃん。めちゃ綺麗だよ。砂浜だよ。おお。え、どうなんだ。そんなとこ行くの。すごい綺麗だね。着きました、敷田町。着いたね。めちゃくちゃ綺麗だね。すごいねここ。すごいね、海だね。ねえ、てか八代に近くにこんな綺麗なビーチがあるのは知らなかった全然、ね、ということで今回もルーレット回していきたいと思います。さあ、これはね、なんか宮崎がどうこうとかいう問題じゃない、なんかもうほぼこの地域で完結するから、まあ回していきましょう、とっととね。いきます。はい、せーの。まあ正直どれででもあんま変わんないよね、俺らの気持ちも。あでもさ、とは言ったもののそれは一番嫌だ。八代市から今芦北町来て、また八代市に戻ります。戻るぞ。何しに来たん。この砂を見に来た。ということで、
八代市は日投げ温泉に来ました。うわー、回しましょう。社長が温泉に入るわけでもなく、はい、八代市から、ね、八代市10市町村あるからね。また大和町とか椎葉村になったらだいぶきついから。絶対やだね。熊本県のまあちょっと、うん、妥当なところを引いてください。椎葉だけは絶対やだ。椎葉だけは絶対やだっていうことで行くよ。お願いします。行きます。はい、スタート。うわぁ、危ない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 危熊本県宇城市に向けて走行中でございます。で、宇城からがね、次どうなるかでね、宇城も7市町村あって、一番嫌なのがどこだろう。八代戻ってくるのもだるいしか。ということで、宇城市の鋭意のお剣神社にやってまいりました。あ、長かった。めちゃくちゃ綺麗だねこれ。でもね、すげえ、これ有明海じゃなくて八代海。八代海わかんねえ。ね、知らぬいが見えるっていう話ですけど、どうなの、見えるの今日。熊本市とか行けたらね、まあそうだね、まだね、なんか夜ご飯もなんか食べれそうだしね、楽しワクワクするけど、上天草とかもね、もっとワクワクするけどね。まあだから行ったことないところに行けたらバンバン祭。そうだね、ってことでね。それか帰りやすいところ。じゃあ福祉で回し行こうか。はい、言うんだ、頼むよ。もういいだろ。お願いします。はい、何もな、わかんない。いいよー、クモシ。おお、テンション上がるけど、どんどん家からは離れてってる。いいわ、マジで。同じ流れなのよ、前と。ちょっと、キッシュから熊本市だ。やば。ということで、はい、熊本市行きましょうか。行こうか。馬刺し食おうぜ。馬刺しね。いいね。馬刺し丼。ああ、そう。はい、ということで熊本市に到着いたしました。長いねー。長かった。はい、本日最後のルーレットとなります。最後ね、多いんだよね熊本市。熊本はね、死ぬほどあるね。全方向あるね。ね、もう分からん、な、何がもうちっちゃ、文字分からん。まあ、大和とか椎葉とかね、そういうバカ時間かかるとこないんで、それだけは救いだね。じゃあ、回していきます。はい、いきます、せーの、はい、お願いします。お願いします。絶対絶対変なとこ行きませんように。ちょっと待って、玉東町どこどこ玉名の東じゃなかったっけこれ。え、上じゃん。上の方結構。はあ、玉東か。ゴールからだいぶ遠ざかってるよ。本当だよね。お前海岸線に出たのはでかい。あ、確かにね。それはでかい。なんか久々に海見たねこの旅で、うん、めちゃくちゃいい気分だった今日は。楽しかったね今日、なんだかんだ。やったやった。次は玉東町からということで。どうもー、ハニーローズです。ということで第6回やっていきましょう。早速触れてよ。ハニーローザにテンション上げていったのに。ごめんごめんごめん。いやいや、いい、もう一回やるじゃん。いいということで玉東町のルーレット早速回していきましょうか。早い。
ということでルーレットです。今回4択でございます。熊本市から来たから、はい、まあ、熊本市はまあ分かるとして、あと玉名市、はい、山鹿市、和美町っていう行ったことない町3つ初だね。そう、町というか、まあ、市町村、いや、どうなるかな。マジで遠くなるね、どんどん。いや、北に行ったらやばいけどな。とりあえず回していきましょう。はい、行きます。北に行くのか。どうなる。熊本市戻ってもね、だるいんだよね、多すぎて選択肢が。和美町、知らないんだよな、これ。何があるんですかね。わかんねえ。全然想像がつかない。和の水だからね。めっちゃいい水かもしれない。いい水がある町かも。で、写真なんか撮りたいね。ね、あればね。ね、あれば。ということで、熊本県和美町、行くぞ。何それ。大田原を和み。いや、もう。やば、ほぼ福岡。これ右、これ右っすね。はい、はい、たった今、和み町に、和み町に入りました。はい、イエーイ。この見てください、この車内の盛り上がりよ。拍手喝采、狂喜乱舞。そして抜刀です。エタですよ、エタ。エタ船山くんです。知ってますか、皆さん。日本史で習った人は絶対知ってるはずです。エタ船山古墳。エタ船山古墳です、ね。あの有名なエタ船山古墳さんに来ていただきました。エタ船山古墳ね。何にも言えてなかったよ。なんでやねん。あ、よろしくでした。急すぎんなよ、お前。いや、お前後ろ向いてるから、あれ、撮影してるのに。ね、始めるとは思わなかったからさ、びっくりした、俺。ということで、和美町でルーレットを回していきたいと思います。いやー、なんとね、はい。福岡県が入ってきちゃったね。すげー。早いなー。八女市と三山市。いやー、こう、八女ちゃん。のやめまで来たんか。5分の2福岡。半端じゃないね。これお前運命握ってんだ結構。さあ、行きますよ。はい、お願いします。運命のルート、行きます。スタート。いやー、福岡ちょっと生きてんだよな、やめとか。行ったことあるの。やめとか。南関町。南関町。わかんねえ、だからここら辺。南関もね、だいぶね、福岡よりよ。あ、そうなの。聞いたことある。あるある。ギリ熊本だね。ギリとどまった。全然とどまった。あんま変わらないけどね、この辺のちっちゃい町。まあね。ということで、熊本県南関町行ってみましょう。はい。やだー、南関だ。リバーサイドしか見えんけど。めちゃくちゃ降ってる。あれ。はい、ということで、南関町、南関町、南関町にやってきました。南関だ、やったー。南関でしたね。最南関に来ました。はい、ということで、もうじゃあすぐルーレットを回していきたいと思います。ちなみに、三山市と大牟田市が福岡県、福岡県です。うわー、変わんねえな、ずっと5分の2なんだ、福岡。じゃあ、はい、早速行きましょう。早速行きます。じゃあ行きますよ。お願いします。スタート。さあ、どうなるか。なんか、大牟田とかになってももう面白いんだよね、一瞬あって。和み町。また。さっき行ったところを、もう一回戻る。戻る。熊本県和み町に戻ってまいりました。はい、だね。すぐ戻ってきたね。ここでまたルーレットを回していきたいと思います。どうしましょう。山鹿市、八女市とか行ったことないね。八女市行きたいな。でも、三山市とか行きだしたら、マジでもう福岡のふーんって入っちゃうもんね、あっち。まあ、知るか。回していきまーす。早い早い。さあ、どこだ。なんない、なんない。大丈夫、大丈夫。まだ大丈夫だから、全然。南関町ー。さっき行ったー。なんか、うどん食べよう。でってって、美味しいうどん屋さんあったんですよ。あそこ行こうか。めちゃくちゃうまそうなことです。ありがとう。よし、じゃあ、エタ船山古墳から、またバイバイだ。バイバイ。
近づいた。はあ、うどんが食べたいな。うどんが食べたいな。うどんが。うどん屋？これうどん屋？マジで？うどん屋ですか？いいうどん。入っちゃう？このうどん屋でした。わかんない、俺文字読めないから。あ。これなんすか？これはかき揚げ月見うどん。あ、そうだ。あ、そうだ。これは麺太い。ごぼ天月見。めっちゃ麺太い。ね。すごい。そう。食レポする？あ、なんか。普段宮崎のうどん食べられてるから、うん、めっちゃコシがある、これ。あ、全然違う、ね、結構硬い麺感じる、うん、しっかりしてる、太いね、太いね、めちゃくちゃということで、南関町に戻ってまいりました。はい、戻ってきた。美味しかったね、うどん。美味しかった。いえ、うまかったね。ということで、ここでまた福岡県が2つ入った。はい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 、はい、ね、どこですか？宮益市と大牟田市。あ、そっかそっか。またもや。その2つだな。正直もう名古屋町には戻りたくないね。なんかその往復はちょっとつまらんな。ね、つまらないし、ね、道覚えたもんね、俺は。山奥の町。回していきましょうか。はい。お願いします。いきます。ルートスタート。お願いします。名古屋町はちょっと嫌だ。それがいい。ところで、それがいいんで。あっ、荒尾です。荒尾でも遠いよ。だってもう海だもんね、完璧に。面してるもん、ね。そうだね。やば。いや、荒尾だ。荒尾か。荒尾ね。ということで、熊本県荒尾市に到着いたしましたわけなんですけれども、こちら見てください。九州最大規模の遊園地グリーンランドでございます。そして奥にはですね、ちょっと映ってるか分かんないんだけど、まさかの対岸のね、雲仙の山々が見え始めたという、ちょっととんでもないとこまで来ちゃったな。グリーンランド行ったことあるの？あるある。何回？2回ぐらい。楽しかった？まあ俺絶叫系が無理だからさ。ピースピース。どうもー、グリーンランドに来てます。さあ、グリーンランド来ましたね。来ました。荒尾市。イエーイ、懐かしい。こんなでかいんだね、グリーンランドって。俺初めて来たよ。入んないって分かっててもちょっとテンション上がるね。ねえ。じゃあここで、はいはい、荒尾市のルーレット回していきましょうか。怖いんだよね、めちゃくちゃ。こんなさ、すごい楽しげなさ、ところでさ、俺ら絶望することになるかもしれないんだよ。ここアッキールーレット。うわ、そっか。え、俺ルーレットだ。俺だ。アッキールーレット。うわ、自分一つやばいのあるもんね。長洲町という。長洲町ね。長洲町を引くと、その次の長洲町で3分の1で雲仙市が入ってきちゃうから。最悪だよ。それだけは避けたい。でも何分の1よ。4分の1。いや、引くって。引くよ。絶対引くやん。ということで、ルーレット回していきましょう。じゃあ、大丈夫。青しのルーレット回していきます。はい、もうさっさと行きます。しのこ出します。はい、スタート。どこだ、どこまで。もうやばいんだよね、正直。いやー、たまなしね。まあまあまあ、一つ。そっかそっか、行ってないよね。行ってない、行ってないね。だからまあ、行ってみましょう。まあまあまあ。ということで、玉名市にやってまいりましたね。いや、すごいね、この塔。めちゃくちゃ立派だね。
京都とか奈良とかだったら確かにこんなでかいのは浜田にこんなのがあるなんて知らなかったわ、うん、初めて知ったということで、はい、ルーレットを回していきましょう。すぐ去るな。玉名市は、はい、6市町村、はい、6市町村か、ね、熊本市行った、はい、荒尾市行った、うん、玉東町行った、うん、名古屋町行った、うん、南関町行ったあと長洲町、それで6、行ったことないのは長洲町だけ、他は全部、まあ、今日ほぼ行ったところに戻るみたいな感じ。なんだそれや。まあどこでも変わんないですね、もう、はい、行きまーす。はい、なるべく近いとこがいいな、普通にカズカズ稼ぎたい、今日一気に戻る、熊本市。そうですか、熊本市ですか。じゃあ多分もう今ちょっとずつ北上してたけど、うん、もう終わりだね。終わりだ。今日は南下かな、これから。これから南下すんのかな、かもね。じゃあ熊本県熊本市に 戻りましょう。はい、親の顔より見た熊本城で向く、行き過ぎだよな。こっち側来て正解だったな。こんな感じの地形、すごい地形してない、これ。すごい、ね、ほぼみかん畑だよ、しかもこれ。すげえ。うわー、反対側の雲仙が、島原半島が見える。熊本市にやってきました。まだ来ちゃったね。熊本市感ないけどね。ないよね。初めて来たね。西区の金宝山の裏に来たんですけど、すごいね、ここは熊本市とは思えない。向こうに見えるのが雲仙岳。雲仙岳、島原半島ですね。すごい綺麗だね。さあ、すごい。ありがとうございます。景色もいいところですが、はいはい、僕たちはルーレットを回さなければいけないんですよ。いやー、ちょっと歯がいじめ。もうなくす、ルーレット。なくす、旅行する、普通に。熊本市のルーレットを回していきたいと思います。あ、これ怖いのがさ、島原市入ってんだよね、地味に。あっち、あっちなんだよね。今までさ、気に留めてなかったけど、あっちが入っちゃってんだよね。どうなるんやろか。行くよ、はい、この薄ピンクが怖いってことだけど、はい、はい、行きます、はい、スタート。ピンクだけは、サーモンピンクはやばいな。サーモンピンク、わー、おめでとう。あ、まあ、しきまち、まあ、しきまちね。もう死ぬほど行ってるけど。やばい。まあ、しきまちどこ行こうね、マジで。ねえ、どこ行く。じゃあ、熊本県ましきまち。はい。行きましょう。熊本の市街地に降りてきました。すげえ。なんか一瞬にして景色がすごい変わりようだな。はい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 。アッキー見てくださいよ。なに？益城町に来ましたよ、ついに。やばいね。どう、初めてでしょ、益城町。あ、初めてだよ。どうすか、益城、益城の景色は。寒い寒い寒い。ということで、益城町は阿蘇熊本空港に到着いたしました。ここで飛行機乗ったことないのに何回も来てる。何回も来てるね。マジで。もう乗らねえよ、ここで。絶対乗らねえけど。じゃあ、ルール飛ばしていきましょうか。はい、そうか。もう、時間もね、限られてるんでね。いきますよ。もう、さっさと行きます。スタート。俺は宮崎の気温でさ、うん、みんな半袖で来たから、今めちゃくちゃ寒いんだよ。あ、夜ご飯食べようじゃん。夜ご飯食べよう、ね。また熊本市で何か美味しい夜ご飯探しましょう。また。ということで熊本駅到着しました。えい、熊本市ですね。帰ってきたけど、ここで本日最後かな。じゃあ回します。せーの、ノー島原、ノー島原、ノーライフだな。ノー、それだとダメだ。求めて、はい、求めて。鹿島町行ったことある？
この旅ではないか、この旅ではない。じゃあ本日鹿島町まで行って終わりかな。とりあえず熊本県鹿島町行くぞ、イエーイ。鹿島町です。鹿島町か、鹿島町だ、明るい、やめて眩しいから。ということで、はい、鹿島町は熊本4ホールですかね。4ホール熊本、世界4ホールだね。ここもおそらく熊本で最大級の出会ってほしいね。4ホールだね、わざわざ来たからね。はい、ということで鹿島町3択になっております。この3択ほど無意味なものないね。全部行ったことあるよ。じゃあ行きますね。はい、スタート。熊本とかだったらダメだ。朝空港だ。空港朝。朝空港、朝午前中空港。ということで大正玉東町から始まり、最後鹿島町から益城町が出て益城町に終わるということで。はい。今日の感想は。まあ、感想で。まあね、そうね。途中ね福岡行くかなと思ったけど結局行かず。行かなかったね。まあ、なんか同じようなところを行ったり来たりしたから。熊本一周しただけだったね。うん。次回こそは宮崎市方面にね戻ることができればねいいなって思います。はい、次回は益城町からお送りすると。